幅、二重の幅をちょっと広げたくて今回お願いしようと思います。インスタでストーリー見てたら流れてきたのでやっぱり今まではその幅が日によって変わったりしてたので、それが一定になることが楽しみです。はい、目指してください。幅はもうちょっとですか？もうちょっとですね。はい、目指してください。はい、目指してください。うん、この感じ。はい、どれぐらい？はい、こっちもちょっと前で開けるから目指して、はい、目ですね。まあ、眉毛下がった状態でこの辺ですね。あと、この自然癒着法で外側の重みもちょっと減らしますね。で、もうちょっとスッキリになりますので。はい、ハイトデモ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 、はい、またぐーっと吸いますよ。ステップ、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 はい、吐いて全部、吐いて全部、吐いて全部、吐いて、吐いてくださいね。はい、またぐーっと吸うよ。吸って、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 吐いてくると思います。はい、吸ってきたことになるよ。はい、1。今度ね、まぶたの裏側が4回たいからね、ちょっと頑張るよ。はい、吐いて全部、吐いて全部、吐いて、吐いてくるね、吐いてくると思います。はい、4回吐く、吸ってみてよ、吐いてくる。はい、反対ごめん見ます。再配置く、もう一回ね、チクチク。はい、もう大丈夫ね。痛かった？大丈夫？はい、もう大丈夫からね。はい、はい、じゃあね、つま先があってるからチクチクないんだけれども、奥から脂肪を引っ張り出しますからね。ちょっとごめんね。こんな感じ、こんな感じ。大丈夫？ちょっとね、奥から、ね、脂肪を引っ張り出してるからね。息吸って吐いてるだけで終わりました。麻酔の時、局所麻酔の時だけちょっとだけ痛かったです。まだ腫れてるけどめちゃめちゃ綺麗で満足です。最初はちょっと腫れてたんですけど、もうどんどん筋が立つにつれて腫れも収まってメイクもできるようになったのですごく楽